さあ7時32分回っております。寺谷一樹の医療どうなる、大阪府保健医協会の提供でお送りします。先月2度にわたってこの4月から医療費変わったことを取り上げました。たくさんの方からご意見を頂戴しました。今日も大阪府保健医協会理事長で大阪市内で宇都宮クリニック開業されてます宇都宮武弘さんにお電話つながってます。先生おはようございます。おはようございます。先生、先月の放送では処方箋を繰り返し使うリフィル処方の問題とかね、大きな病院に行くときに紹介状がないと費用が増える話とか、いろんなことを伺いました。で、今日はさらにリスナーの皆さんに伝えたいことがあるんですよね。はい、大きな病院にかかるときに紹介状がないとさらなる負担がかかるというのは今年の10月からの予定ですね。はい、で同じこの時期に75歳以上の方にはさらに負担がのしかかってきますが、その対応についても今回の医療費改定で触れられているんですね。まあ、この放送でも何度もお伝えしてますけども、75歳以上の方が医療にかかった時に原則1割負担やったのが2割負担になるっていう、この話ですよね。その通りですね。年収が単身世帯の方の場合200万円以上、複数、まあ、ご夫婦などですね、複数世帯は320万円以上の、まあ、およそ370万人の方がこの対象になります。はい、ただ負担軽減策もあると伺っておりまして、なんか増加額1ヶ月3000円に収めるっていう話ですよね。はい、今寺谷さんが負担軽減があって増加額を、1ヶ月3000円に収めるというふうに今言われましたけれども、はいはい、これリスナーの皆さん果たして正しく理解されますでしょうかという話なんですね。ほう、少なくない方が当面は3000円でもええんやというふうに思われてしまうのではないでしょうか。おお、なるほどね。確かに病院とかクリニックで払うときに3000円までではなくって増加した分は3000円までっていう、まあ、これそういうことなんですけどもね。そうなんですね、はい。つまり毎月今まででしたら5000円負担していた方が、2割になると2倍の、まあ、1万円の負担になりますね。そうですね。で、毎月の支払いが、まあ、5000円増えることになるんですが、はい、この今回の軽減対策で上限を3000円にしたので、最終的には、1万円支払いするところが従来の5000円プラス3000円ということで8000円ですということになるんです。ややこしいね、これ。今先生にね、言われて初めて分かったけど、これきちんと理解してていいけど、3000円っていうこの数字がすごい一人歩きするとですね、8000円なんていう、先生こういうトラブル増えるかもしれませんね。はい、あくまで増加額に対する軽減措置なので、毎回の窓口負担がなくなるわけでは決してありません。はい、しかも複数の医療機関や歯医者さん、薬局に行くたびに同じ対応になりますので、常に1割負担の金額に加えて、今回はいくら支払っていただくのか、これを窓口での業務がかなり複雑になって医療現場の混乱が予想されるんです。なるほど。病院とかね、クリニックの方もそら大変だと思うんですけど、皆さんどういう受け止め方をしてはるんですか。まあ、今回の医療費改定では負担軽減対策への医療機関の対応について触れられていますが、はい、こうした複雑な処理を医療機関の窓口でしなければならないということを理解している方はまだまだ少ないですね。今回の改定の説明会をして、まあ、びっくりされるスタッフの方は少なくありません。そうなんや。はい、また私たちはそもそも今回の負担はコロナ禍で暮らしも逼迫しているときに実施するべきではないと、まあ、中止を求める署名をしてまいりましたが、はい、その協力を求めるときにスタッフの方や院長先生に話すと今もびっくりされる方が多いんです。はあ、まあ、医療現場ではね、軽減対策の処理を自分たちが日々管理するって思っていなくって、患者さんが役所に申請して後でなんかこう召喚してもらう、お金返してもらうって思ってる方が結構多いっていうことですよね。そうですね、患者さんも一箇所だけでしたらいいですけれども、複数ありますとそれぞれの上限を超えた金額は、事前にまず銀行口座を登録する必要がありまして、ほう、その口座に振り込まれるのは4ヶ月先になります。へ、登録の申請用紙は秋ごろにそれぞれ、お住まいの地域の役所から案内が届くようです。国の方は、還付金詐欺にご注意くださいというチラシも作っておりますけれども、まあ、
詐欺の引き金になってしまうようなことをしてまでですね、高齢者への負担を増やすんだろうかとも思います。なるほど。私たちは諦めず75歳以上の高齢者の方の医療費負担2割化の中止を求めて、現在開会中の国会に毎月集まった署名を提出しております。すで、うん、に65万人分の署名を出しています。はい、この声をもっと大きくしていきたいなと思っております。わかりました。今朝もどうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。負担軽減のこの話せやけど、うん、ちゃんと理解してないとむっちゃ難しいな。というかあの銀行口座も登録する必要があるっていう、必要があるしややこしいですね。医療機関の窓口も大変やし、うん、混乱してしまうんじゃないですかね、うん、ということですよね、はい。まあ、医療費負担増の話やっぱり詳しく知っておく必要がありますよね、はい。皆さんこのコーナーにもファックスメールおはがきください。お便りの宛先をあきんお願いします。まずファックス番号078-361-0005 078-361-5 番です。メールアドレス maido@jocr.jp すべて小文字です。 maido@jocr.jp。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛てまでお願いします。このコーナーにお寄せいただいた皆さんのメッセージの中から毎月抽選で5人の方に特製の1000円分クオカードを差し上げます。どんどん医療どうなるのコーナーにもご意見や質問お寄せください。今日のメッセージテーマうちの新人さん太田先生への料理の質問も大歓迎。メッセージをお待ちしています。